漫画でわかる小売業の安全衛生。今日は小売業の安全衛生について学んでいこう。私たちが毎日利用するスーパーや百貨店など身近な存在だね。そうだね。働いてるのは店頭にいる人だけじゃないよね。バックヤードにも働いている人がいるよね。じゃあ労災の発生状況を見ていこう。はい。労災の主な原因を見てみよう。転倒が多いんだね。そうなんだ。滑ったりつまずいたりして転倒することが多いんだ。調理場は床が濡れて滑りやすくなっているから気をつけなければならない。また台車やカゴ車にぶつかって転倒し怪我をすることもある。いろんなところに危険が潜んでいるのね。段ボールが乱雑に置かれていることも多いのでぶつかってしまうこともよくあるんだ。どうすれば転倒を防げるの？滑りにくい靴を履き、つまずかないように身の回りを整理整頓するのが大事だよ。いちいち整理整頓とか面倒だな。要は転ばないように気をつければいいんでしょ？うん？自分だけじゃなく誰も転倒しない職場作りが重要だぞ。はい。次に多いのが動作の反動、無理な動作による腰痛や手足の捻挫だ。重い荷物を持つ際に起こりやすいね。特に腰痛は一度起こしてしまうと癖になりやすいから要注意だ。大怪我で働けなくなると家族も心配するし収入面でも困るわ。だからこそ怪我をしないように注意することが大切。墜落、転落は店内での品出しの際に起こりやすい。踏み台や脚立の正しい使い方も知っておく必要があるね。切れ、擦れも多いんですか？例えば、荷ほどきの際、カッターナイフや段ボールで手を切ってしまうことがあるから刃物の扱いも注意だね。怖い。おお。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1。売り出し初日で忙しいのに朝から雨か。嫌だな。この靴、底がかなりすり減っているみたいだからそろそろ交換しないと。でもまだいいか。今日は特に荷物が多いな。おい、急いでそこの段ボール持って行ってくれない？はい。うわっ、床が濡れていたのか。大丈夫か？大丈夫です。もうここはいいから売り場で品出してくれ。はい、行ってきます。あ、靴底がすり減って。うわあ、大丈夫？大丈夫です。いって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 。あ、すみません。まずその靴、靴底がすり減っていると滑りやすくなる。今すぐ新しい靴に変えよう。すぐ変えます。特に雨の日の床は滑りやすいから注意しよう。床が濡れていたらモップで拭いてから作業しよう。気をつけます。それとうちの店ではスイングドアは左側通行でドアはゆっくり押すのがルールだろ。
あと、急いでいても走ってはいけない。そうでした。バックヤードではたくさんの人が忙しく動いている。道具や商品など決まっている場所に置いておこう。みんなが使う場所だから 4S を徹底しような。はい。そんなに落ち込むなよ。ルールを守るのは働くみんなの安全を確保するためなんだ。今度朝礼でも取り上げるから、みんなで気をつけていこうな。先輩、優しい。俺、頑張ります。おう、頑張れ。ケース2。だんだん仕事にも慣れてきたわ。すみません。はい、このボトルの詰め替え用はありますか？あら、ないわ。かしこまりました。確認いたしますので少々お待ちください。店長、このシャンプー詰め替え用の在庫ってどこにありますか？棚の上にいないですか？すぐ行きますからちょっと待っててくださいね。あと店内は走らないようにね。ありがとうございます。お待たせしました。あった、よし、自分で取ろうっと。でも手は届かないな。何か足場になるものは。あ、もうちょっと。遅くなってすみません。で、大丈夫ですか？大丈夫です。あとちょっと。お二人とも大丈夫ですか？大丈夫です。これ詰め替え用です。お待たせしました。高い棚の作業は脚立を正しく使ってください。使うときには適した高さの脚立を選んで、面倒くさがらず正しい位置に置きましょう。そうですよね。天板には乗らないで、上から2段目に乗って作業してください。あと気づいたら整頓してください。 4S が大事ですよ。そうですね。ありがとうございます。慣れ始めが一番危険ですよ。はい。ケース3。今日は暑いですね。最高気温が37度だってよ。やっぱりな。水分と塩分はこまめに取れよ。はい。手袋の中も汗でびしょびしょだ。ちょっとだけ外そうかな。おい、荷物が来たから搬入するぞ。はい。よし、俺がトラックから段ボールを運び出すよ。この商品は在庫が切れているから、君は急いで段ボールの開封作業を頼む。了解です。屋根があるとはいえ暑くてクラクラするな。おい、体調悪そうだな。大丈夫か？ちょっとめまいがするだけなので大丈夫です。それって熱中症じゃないのか？水分と塩分をとって涼しいところで少し休んだ方が。辛いけど急がなきゃ。いえ、大丈夫です。あれ、手袋をしてない。うわっ、大丈夫か？いてて。あ、傷はそんなに深くはないみたいだが、一旦休憩室で休もうか。すみません。傷は大したことないみたいだな。もう大丈夫です。今回は大事に至らずよかったけど、体調が悪い時は無理せず
まずは報告しよう。今日みたいに湿度も高く暑い日は熱中症になることも多いからね。水分と塩分はこまめに補給。定期的に涼しい部屋で休憩をとる。体の不調を感じたらすぐ報告。これらが鉄則だ。はい。あとカッターは気軽に使える身近な道具だが、取り扱いには注意が必要だ。刃先を出すのは少しだけ。手の位置に気をつける。無理のない姿勢でゆっくり慎重に使う。これらが基本と考えよう。段ボールを切るのに適したカッターもある。ネジタイプのものはネジをしっかり締めて使用すること。それにあの手袋は滑り止めだけではなく手を守るためのものだ。勝手に外したらダメだぞ。そうでした。自分や家族のために安全には気をつけような。はい。あちゃー。危険は意外と身近にあるってことがよくわかっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。小売業で気をつけたいポイント。1、床の濡れや油汚れに注意しよう。水や油は滑りやすいので、滑りにくい靴を履き、4S を心がけましょう。2、脚立からの転落に注意しよう。踏み台や脚立は正しく使ってください。3、カッターナイフを使った作業に注意しよう。カッターを引く方向に手足を置かないようにしましょう。4、暑い場所での作業には注意しよう。定期的に涼しい場所で休憩し、水分、塩分を取りましょう。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、ルールを守って毎日頑張るぞ。小売業、こんなことにも注意しよう。安全健康のためのヒント。1、スイングドア開閉時の激突に注意。2、重い荷物を持ち上げるときは正しい姿勢で。3、お客様の安全にも気を配ろう。職場のルールを守ろう。イラストで学ぶ職場の作業の中に潜む危険を知ろう。危険予知訓練 KYT。 どこが危険か考えてみよう。ここが危険のポイント。1、台車やカゴ車は後ろ向きに引く。2、床に段ボールを置かない。 4S。 3、膝を曲げて持ち上げよう。他にも危険なポイントがないか考えてみましょう。